こんばんばは、高野くまです。えー、名盤サムシンエルスから読み取るマイルス・デイビスというジャズマンというタイトルの動画を過去にアップしたことがあるんですけれどもその動画にいただいたコメントを今回は紹介させていただきますあちなみにその動画のリンクは概要欄に貼っておきますので興味ある方はお聞きになってくださいまずたそがれさんからですね高野さんの解説はいちいち腑に落ちましたなるほどその通りで私がジャズに興味を持ったきっかけはマイルスの枯れ葉でした まさに静かなところからいきなり大音量そしてまた静かにシャンソン風なパリの風景を思い浮かべさせる演奏はジャズ初心者を虜にしてくれましたそれ以降マイルスのレコードを買い集めラジオ番組でもマイルスの特集を探すほど探すのがほぼ日課になりましたマイルスは初心者からプロの大御所まで全ての人々を引きつける音楽家なんだったと改めて思います というコメントでございました。黄昏さんどうもありがとうございます。おっしゃる通りでございます。でもすごいですね。これでマイルスに目覚めてレコードを買い集め、で、ラジオの番組でもマイルス特集を探す。よっぽど相当マイルスにやられちゃいましたねと。やっぱりサムシエルスのね、枯葉は本当に高整備の世界ですよね。マイルスのトランペットに関してはね。で、ちなみにですね、 あのルディ・バンゲルダーミックスの24ビットリマスタリング CD 私買い直して昔はですね私は輸入版でこれ聞いたんですけどあの24ビットリマスタリング CD びっくりしましたこんなに温かい音色で録音されていたのかと思って <laughs> まあそんなの知ってるわいって方は多いと思いますけれども。 あのまだですね24ビットリマスタリング CD をお持ちじゃない方はですね、まあ、レコードをお持ちの方はまあレコードでいいと思いますけど昔の、ね、輸入版の CD とかまだ CD 自体が始まった頃ばっかりの3500円ぐらいで CD を買われた方は全然音違いますよなのでぜひ聞き直してみてくださいやっぱりねサムスンエルスとソニー・ドリンズの「ヴィレッジ・ヴァンガードの夜」はねやっぱルディ・バンゲルダーミックスリマスタリングいいっすよ ぜひ、それだけでもですね、あの、ダブってもいいので、もうすでに CD 持ってる方でも、買い直すだけの価値はありますね。また、新たな乱れた風景が新鮮に見えるみたいなことが起きると思いますので、ぜひ、おすすめでございます。えー、ということで、全然関係ない話、それてしまいましたけど、たそがれさん、どうもありがとうございました。えー、次は、ジャズラブ42さんからのですね、ハンク・ジョーンズのイントロ、てんて最高です。 というコメントですね。ジャズ l o v ト4 2さんどうもありがとうございます。そう、やっぱりね、ハンク・ジョーンズのピアノのイントロいいんですよね。まあ、枯葉のイントロはもとよりですね、私はラブフォーセールのイントロがものすごく大好きですね。であとは、もちろんイントロだけじゃなくてですね、3曲目のブルース、サムシンエルスのちょっと過激なピアノソロも好きですし、まあ、ハンク・ジョーンズはとても引き出しが、 あ,れありますよねで懐も深いし表現レンジひどいですよねエレガントなピアノだけじゃなくてかなりアグレッシブなアプローチもできるすごいピアニストさすがエルヴィンの兄ちゃんって感じしますねあと佐渡の兄ちゃんって感じがしますよねでさすが日課年をとっても一日の日課腕立てして50回だか100回だかっていうねあのすごい紳士ってイメージあるんですけれどもジェントルマンってイメージですけど実際はですね 筋トレ欠かさないピアニストでもあったというねさすがエルヴィンの兄ちゃんって感じですけどもねだからそのあたりはすごいなと思いますよねでしかもですねあれですよこれサムシンエルスでピアノを選んだのはマイルスなんですよね実はですけどブルーノートとしてはソニー・クラークをあの ピアニストとしてて考えたたみたいなんですよ、ね、まあそれはそれで面白いアルバムになってたとは思うんですけれどもマイルスがいやソニー・クラーク嫌だって言ったのかどうか分かりませんいやソニー・クラークよりはハンク・ジョーンズの方がいいだろうっていうことでマイルス自らがハンク・ジョーンズに電話をして「あのブルーノートでレコーディングあるんだけどお前参加してくれ」と頼んだそうです。 マイルスなならではの目利きが効いたなって、ね、まあもちろんねソニー・クラークとマイルスの共演っていうのもすごい興味ありますけれどもねどういうアルバムに仕上がってたんだろうっていうのもありますけれども、まあ、それはそれでハードバップ代表する名盤になっていたに違いないと思うんですけれども、うん、ハンク・ジョーンズだからこそさらにあの高く高い名盤に あのまたワンランクアップしたのかななんとも思ってますねだからそういった意味ではそのサムスンエルスというアルバムが持つその拡張高さってあるじゃないですか例えばほら同じハードバップの名盤で同じブルーノートでクールストラッティンっていう名盤もあるじゃないですかもちろんそれも素晴らしいんですけれども、まあ、私大好きですけれどももうちょっと庶民的な感じしますよねなんとなくですけれども <laughs> あのサムスンエルスに比べるとだけどサムスンエルスだと もうちょっとあのかしこまった感じになるじゃないですかちょっと襟を正して聞かなきゃいけないこのジャケットのビジュアルのあの佇まいっていうのもあるのかもしれませんけれどもねその拡張高さを決定づけているのはもちろんマイルスのトランペットの効果も大きいとは思うんですけれども実はそういうハンク・ジョーンズのピアノにも大きなあの影響力があるんじゃないかなと私は思っていますね。 ということで、ハンク・ジョーンズのピアノを中心に聴いてみるのもいいんじゃないかと思いますよ、えー。どなたか評論家が書いていたんですけど、このアルバムは5回、最低でも5回楽しめるって書かれてましたね。講談者の名演モダンジャズかなんかだったかな。だから、マイルスのトランペットだけを 聴くだけけでも全部聴けてしまうとキャノンボラアダルのアルトサックスだけ追っかけるだけでも聴けてしまうとハンク・ジョーンズのピアノを聴くだけでもイカ以下ブンって感じベースもドラムもって感じなんですねであとは全体もっていうだから結局は何回も何回も楽しめてしまうアルバムということなんですけれどもあのハンク・ジョーンズのピアノだけを中心に追っかけてみても聴けてしまうアルバムなんですねこれはいいですよねということで本当に耳たこ耳たこって いう言いつつも、実は先頃と一緒で、あの、聴いた気分になっていて、実はもう18年ぐらい聴いてないぞというジャズファンももしかしたらいるかもしれませんが、そういう方こそですね、聴き返していただきたいなと思っております。特にもう枯葉はいいやって方は、サムシンエルス聴いてほしいですね、3曲目ね。私はこのアルバムの目玉はサムシンエルスだと思ってますけれどもね。<laughs> まあ、つかみは枯葉で 新内サムシンエルスって感じかな、私の中ではね。このスリリングな感じ、いいですよね。このマイルスの美学、本当カインド・オブ・ブルー、1.5歩手前って感じのストイックさがたまりませんですわって感じでございますけれどもね。1.5歩かな、2歩手前って感じかな、わかんないけどね <laughs>、うん。まあ、そういうことで、まだまだですね、多くの人にとっては耳たこだと思われている名盤にも聞きどころはいっぱいあるアルバムでございますよということを、 お伝えしたかっただけなんですけれどもね。まあ、たそがれさん、ジャズラブ42さん、書き込みどうもありがとうございました。ということで、えー、このお二方のコメントをご紹介させていただきました、今回は。また別の動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイよ。